こんばんは。こんばんは。はい、ファッションタイムサーモン原宿の時間となりました。今日は2回目の放送となりますのでよろしくお願いいたします。お願いします。はい、1回目の放送を見ていただいた、皆様の方は分かると思いますが、今日またメンバーが全員変わっておりますので自己紹介の方をしてもらおうと思うんですが、その前にやはりこちらのお店の紹介をしたいと思うのでちょっとだけ紹介させてください。はい、こちら原宿にあるサーモン原宿というお店をお借りして放送させていただいております。私たちの衣装も、こちらのサーモン原宿さんの衣装をお借りしております。ちょうど今1周年経っておりまして、店の方を検索してもらえれば、Google などにあって、ブログ、Facebook などの方もありますのでそちらの方をぜひチェックしてください。場所の方がですね、 JR 原宿駅もしくは副都心線の明治神宮前、そちらの方を降りていただいて、まあ、明治通りに行くと H&M とカラオケ屋さんがありますので、そこに細い道がありますよね。はい、そこの細い道を通っていただければ、こちらの方にサーモン原宿の方にぶつかりますので、ぜひ見つけてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは今日はね、みんなちょっと緊張してるかもしれませんが、思い切って自己紹介してもらいたいと思います。2人後にしようかな、この前と一緒で。はい、まずはちょっとこちらの陣営から伊集院さん。はじめまして、関西出身の伊集院智美と申します。私は将来の夢、自分のファッションブランを持つために1年前に上京してきました。最近はキャップ集めにハマってます。キャップキャップ、帽子のキャップです。ああ、帽子のキャップね。びっくりした、ペンのキャップこう集めてんのかな。ああ、はい、今あんまり関西弁じゃないんだけど、撫でてきたらもうちょっとバリバリ出るんで。あ、わかりました。まあ楽しみにしててください。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ次は朝日奈ちゃん。はい、はじめまして、朝日奈みるきです。栃木県から来ました。ちょっとやっぱ栃木県から来てるので遠いんですけども、2時間半かかるんですけども、はい、遠いんですよ。はい、でも、はい、この日がもう待ち遠しくてですね、昨日も眠れなかったんですよ、本当に。はい、です。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今は高校生？いや、中3です。中3？ 中3です。あ、すごい。お父さんの年だな、俺。そうなんだ。そうです。で、わざわざ2時間半かけて来てくれたと。はい、そうです。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ次はこちらのミキヤさん。はい、はい、モデルをやってます、ミキヤ椎名です。今日はこれ、自分のキャップなんですけど、それでコーディネートをしてもらって、すごい私こういうボーイッシュな格好好きなのですごい嬉しいです。よろしくお願いします。ミキヤさん出身は東京です。あ、ここなんですね。じゃあもう原宿はよく買い物に、うん、よくでもないけど来ます。はい、多分今日この中で一番のおしゃれな子だと思いますので。ありがとうございます。なんかね、ファッションで困ったら全部ミキヤさんに振れば大丈夫ということなので、よろしくお願いします。お願いします、はい、お願いします。じゃあ次、マミヤさん。はい、マミヤ智也と申します。今はコスパニックさんというところで、コスプレのアイドルをやらせていただいております。普段は結構フリフリした服しか着ないんですけれども、私はすごい鳥が好きなので、今日はサーモン原宿で見えますか、なんかオウムのパンツを借りたんですよ。すごい可愛くて、これはちょっと一瞬立っていいですか。すごい可愛くて、結構真空に欲しい、可愛い、おすすめです。これはインコ科のオウムですね。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。なんかマミヤさん、噂では普段は違う格好した仕事をしてるとかいう話も。ああ、そうなんですよ。何やってるんですか。普段はどっちかっていうとフリフリしたお洋服屋で働いてまして、ああ、まあ、コーディネートはそっちの方が詳しいので、これは全然予想外でした。コスプレとかもしてるとか。コスプレはバリバリ。ああ、ぜひよろしくお願いします。まあ、もしね、見てる方でこういうコスプレしてほしいとはいうのがありましたら、言っていただければ、今後そういう方もできます？もちろんだそうなので、もしあったらぜひ言ってください。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ次、ちょっとここのかっこいいねイケメンたちを紹介していきたいと思います。じゃあまず出口くん。はい、初
めまして、福井県出身、出口亮太です。まだちょっとなまってるんですけど、これから直したいと思ってます。今日のファッションはちょっと普段しないようなファッションなので、新鮮な気持ちで、います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。いや、でも全然その方言でいいような気がする、はい、直したいの？ちょっと直したいですね、はい、福井の名物って何があるんですか？カニです。カニ？はい。カニよく食べて。食べないですね、あんまり。そうですか。じゃあよろしくお願いします。お願いします。じゃあ次はいいね、なんか夏っぽい、伊藤寺くん、どうぞ。はい、はじめまして、伊藤寺勇気です。鹿児島県の種子島から上陸いたしました。上陸、はい、今日のファッションはですね、やっぱ夏なんでハワイをイメージして、ハワイを東京に上陸させました。で、一つ言っておきたいのが、これテンパじゃないんでよろしくお願いします。こんな僕です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、自分も九州出身なんで、ちょっと鹿児島はいいなと思うんですけど、種子島宇宙センターもある。そうです。なんで宇宙センターが種子島にあるか知ってますか？知らないですね。マジっすか。知ってるんですか？あんまり知らない。おいや、本当は重力の関係で、重力がなるべくない方、要は赤道に近い方が、宇宙船とか飛ばしやすくなるので、まあ、日本でいうと種子島っていうところでそうなってますと、はい、一応元理科の先生なんで、はい、そういうことがありますと。さあ、じゃあいよいよお二人、まだ紹介してなかったからね、ちょっとね緊張してるみたいなんですが、まずじゃあ一番端っこの吉井さんからどうぞ。吉井理科です。年齢じゃなくて高一なんだ。15歳です。今日は何します？今日はお天気をやらせていただきます。お天気をやるんだね。天気予報ね。趣味か特技は？マーチングっていうのをスネアドラムはい、初々しくて緊張感がねすごく伝わってきていいんですけど、はい、じゃあもう一人、あの前回あのタイムというメンバーで水野舞ちゃんと葵春香、ん？小春ちゃん、葵小春ちゃんっていう子たちが出てくれたんですけど、まあ、そのまたタイムのメンバーの一人なので、紹介もよろしくお願いします。タイムの山田理香子です。中学3年生の14歳です。趣味か、趣味は？趣味、うん、趣味特に特に特にない。今日はじゃあ原宿ってどんな街だと思いますか？イメージ、おしゃれ、ね、おしゃれだよね。そうだよね。みんなどうなんだろう、原宿とかどんなイメージ持ってるのか。そうですね、僕はやっぱ竹下通り初めて見た時、やっぱ地元が田舎なんで祭りやってんのかなって。あー、驚きました。今日もね、なんか外でやってたんですよいっぱい人が集まって書道みたいな、はい、そこ気になってたよね、はい、なんかこの辺の方を一応サーモンの近辺を裏竹通りとしようと確か、うん、名付けていますので、ちょっとこれを定着させていきたいなと思います。出口くんはどう？いや、人が多いし、いろんな人がいると思います。結構原宿来たりはする？わー、プライベートではないですね、あんまり。ない、はい、伊集院さんは？おしゃれな街っていうのが一番なんですけど、やっぱ個性的ですね。すごいね。今日はラフォーレの前がすごかったけどね。すごかった。ね、うん、朝比奈ちゃんとかどう？人が多いですよね。人が多い。人が多い。なんかもう紛れもなくこう触られたりするんですよ。今日もなんかありますよ。それはありますよ。まあ。あれなんで、あれなんで、ね、お尻じゃないんで、それはあれなんですけど、
はい、はい、はい、ありがとうございます。ミキヤさんは、私は安いイメージがあー確かに、なんで本当にお買い物ってなったら行きやすい場所だなって、うん、このサーモン原宿も結構ね、あの基本一点物というか一品物が多いんですけど、まあ、値段の方も見ていただけると一品物ってどうしても高いってイメージがあるんですけど、結構リーズナブルな値段になっていますので、あのぜひお店に来て、やっぱり大きさとかも一点物っていうことで違うので、ぜひそっちお店の方来て確かめてほしいなと。ただ遠方の方はあのオンラインであの販売もしてますので、ぜひホームページの方をご覧になって、あの買っていただければなと思います。はい、じゃあ最後、間宮さんにとって原宿は？原宿はやっぱり愛のある街だと思います。なんか例えばウィッグとかつけて歩いてても、外にピンクの髪の人とかはいっぱい原宿にはいるので、なんかもうそのみんなの個性を受け入れる街っていうところが私はすごく好きです。今日男の人でも青い髪の人が、そうですよね、すげえ結構おしゃれですよね。そうですよね、はい、あと2人原宿スカウトか、あ、何、原宿で2人声かけられたの？リカリカコ、あのリカちゃんとリカコちゃんなんで、リカリカコンビで今日行ってもらうんで、え、どんな感じでした？リカちゃん怪しく誘われたの？そんなところで、リカコちゃんは？私もマクドナルドの前でこれはね、多分今見てる人の何人か原宿のマクドナルドも行くしかないともしね、芸能界とか考えてる人は、え、2人とも、そうですね、どんな誘われたりしましたか？ちょっとおじさんと遊ばないみたいな。怖い怖い。そんなわけないね。はい。はい。ありがとうございます。はい。それではですね、今日はちょっと新しいコーナーもありますので、ちょっと新しいコーナーを始めてみたいと思います。はい。じゃあちょっと。はい。ちょっと。急ぎ。アコさんも来ます？今ね、ワンちゃんが見えたかと思いますが、はい、こんにちは、コウです。ちょっとコウちゃんのね、紹介を簡単に、ちょっと今日ミキヤさんがやってくれるということなので、ミキヤさんちょっとよろしくお願いします。はい、サーモンのマスコットキャラクターのようなポンちゃんなんですけど、今ポーちゃんなんですけど、今お嫁さん探してるんだよね。そうです、募集中なんです。なんでよろしくお願いします。はい、あの犬種とか、これポメラニアンとシーズーのミックス、あ、ミックスなんですね。今何歳？今2008年の11月22日生まれで、もうすぐ5歳です。5歳、はい、人間としてで言うと大体35歳過ぎぐらい。まだ年下な。ちょっと震えが本当だちょっと緊張してるみたいな。今はすごいエロエロで、いつもあのクッションでとかね、あと私のパンツが大好きだったいいな。ちょっと一人でね、気分悪いので、ちょっとお嫁さんをね、探していただきたいなと、ね、どんなお嫁さんが、どんなのがタイプ？ポポはどんなのがタイプですか？ちょっとセクシーな子がいい。セクシーな子がセクシーな子がいいそうです。ちょっと緊張してる子震えてますけど、はい、で、パサリとかもね、はい、ね、あるんだよね。ぜひできます。おやつだよ。おやつだよ。待て。って言うと食べないとか。待て。待て。よし。本当だ。すごい。賢いね。おお。はい。ということでお嫁さんを募集してますので、あの。近所に友達とかね。うん。
近所は、そうですね、ぬいぐるみの太郎と次郎が結構お友達なんですけど、うん、近所だと、うん、近所だとボビちゃんっていうね、お友達とか、うん、お友達も募集中です。そう、バッグに入れられて、うん、近所はそのボビちゃんかな。お友達も募集中です、はい、どうやって申し込んだりしたらいいですかね。そうですね、ぜひちょっとサーモンに一度お見合いにいらしていただいて、それでちょっとポーの相性度を見ていただいてっていう感じで。そうですね、ぜひお店に来ていただいて、はい、まあ、あの最初に Facebook でもあのブログもやってますので、そうですね、うん、はい、そちらの方にちょっと連絡くだされば、あの必ず対応いたしますので、はい、ぜひこのポーちゃんのね、はい、今後どうなっていくかを、はい、あのこのサーモン原宿ファッションタイムでも追っていきたいと思いますので、はい、あのチャームポイントはポーのちょっと目がすごく大きくて、うん、まつげもすごい長くて、あのすっごい可愛い子供が生まれると思いますので、はい、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。そう話してる間にちょっといい匂いが自分の中にしてきているんですが、ぽちゃんありがとうね。大丈夫ですか。はい、いけますか。大丈夫ですか。おお、来ました。お待たせしました。美味しそうな匂いしてるのはこちらですね。抹茶小豆白玉生クリーム、はい、こちらは生クリームにあの宇治の抹茶ソースをかけて、で中に白玉と、こっちに、あ、白玉と小豆が入っております。はい、どなたが、いや、もう好きな、誰でも、じゃあどうぞ。やったやったまだちょっと持ってて、待っててね。はい、でこちらは女性3人で、でこちらは、5種類のフルーツが入っております。バナナ、イチゴ、みかんと、パイナップルと、桃ですね、入っております。イチゴソースをかけてます。スペシャルフルーツ生クリームでございます。じゃあどうぞ。はい、はい、スプーンをどうぞ、はい、よいしょ、抜いてください。すごい匂い。そうです。ありがとうございます。じゃあ、はい、グルメレポートのお時間となってまいりましたので大丈夫だよ、期待してるからね、みんな。お姉さんから行こうか、はい、ではミキヤさんから、じゃあこっち、なんでしたっけ、フルーツスペシャルクレープだそうなので、じゃあ一口よろしくお願いします、はい、いただきます。みかん食べよう。すごいみずみずしいみかんで美味しいです。素晴らしい発言です。でも美味しそうですね。すごい美味しいです、うん、本当に、じゃあ次朝日奈ちゃんちょっと食べてみようか。あ、いいですか、うん、あ、じゃあ違うコメントが来るんだろうな。そんな来た、うん、私はイチゴを、はい、いただきます、はい、美味しいです、ね、これ、ああ、ちゃんとなんかもうフルーツとクリームがもうマッチしてて美味しいです。やっぱりイチゴは今時期じゃないので、えらい高いんですよね。そうです、すごい仕入れるのに大変なんです。そうなんです。むしろ売ってないんですよ。そう、スーパー行ってもないじゃないですか。なのにみずみずしくてフレッシュ。フレッシュです。ラッキーだ。そうですね。その売ってないんでね。はい、じゃあ伊集院さん、はい、全てをまとめて多分言ってくれるのかな。最後に頑張って。これ言っていいですか。はい。いただきます。よいしょ。うん。美味しいです。なんか生地がふわふわしてて、で5種類でしたっけ。そうです。5種類もフルーツが入ってるので、なんか甘さの中にイチゴの酸っぱさと、そうなんで、多分飽きないクレープだと思います。素晴らしい。あ、もうそうなんです。あと生地ね、巻き方にこだわってまして、生地と生クリーム、生地と生クリーム、あー、そうで
すごいふわふわ。しかもここ生地が結構ふわふわで企業秘密だということなので、さすが伊集院さん、やりました。嬉しいです。ありがとうございます。ぜひ。じゃあ次はまたせのリカリカコンビに食べてもらいたいと思います。そ、何でしたっけ？抹茶あずき白玉生クリーム。だそうです。抹茶白玉あずき生クリームと。一番高いのらしい。いいね。じゃあリカコちゃんどうぞ。いただきます。はい。美味しすぎて笑った。合いますね、結構。合う。美味しいです。美味しいですか。もういいね。まあ、もう美味しいものはもう本当美味しいしか言葉出ませんからね。いいね。小豆とか大好き。はい、じゃあ次、リカちゃん。白玉と小豆をぜひ。はい、パクッと一緒に。パクッといくよね。じゃあバクッといった方が美味しいです。もちもちしてる。もちもちね。うん。どうですか。すっごい美味しい。まあ、白玉は。白玉あ、もう一回。もう一回行こうかな。もう一回食べてみようかな。シリだそうなんでね。はい、こちらあのウォーアイクレープというお店なんですけど、まあちょっとお店の説明はぜひしんちゃん自らやってもらいたいなと思いますので。はい、はい、失礼いたします。ウォーアイクレープっていうのはあのウォーアイって中国語でアイラブっていう意味で、であの今後、まあ、中国のガレットを日本で流行らせたらいいかなと思って、あのウォーアイっていうのを、まあ、中国語プラスクレープっていう、まあ、日本語を、混ぜ合わせてウォーアイクレープっていう店名をつけました。これから、はい、そうですね、メニューが中華料理の具材が入ってきますんで、まあ、楽しみということですね。じゃあ甘くないやつとかも。そうです、そうです、ガレット系のを出す予定ですね。あ、例えば、まあ、まだ楽しみなんですけれども、中にエビチリが入ってます。麻婆豆腐入れたりとか。はい、そうですね。本当に、はい、あ、そうなんですね。今ギャグで言ったつもりはだろう、ギャグです。それ食べてみたいですけどね。はい、わかりました。まだ、はい、はい、まだ実はあるんですよ。でこちらは、ちょっと紫、カメラだとあんまり見るの難しいかもしれないですけども、紫の、あ、本当だ、はい、こちらタロイモミルクティー、お芋です。後ろの白いです。マミヤさん、はい、一切化学製品とか使ってないので、はい、こすって使ってます。すごく美味しいです。クレープ食べていいですか。うん、自由に食べて。タピオカ吸えました。下にある、はい、タピオカ弾力がね、みんなでタピオカみたいな。お、タピオカうまいな。どちら出身でしたっけ。はい、千葉です。千葉ね、今千葉流ギャグのね、タピオカタピオカ、はい、タピオカタピオカ、買ってくださいね。なんか、ゆうきくん、タピオカのなんかちょっと軽く説明してくれるという。はい、そうです。タピオカって、なんか感触、食感が不思議な感じで、食べたことない人とかいると思うんですけど、もうぜひ、ちょっと一回食べたらハマると思うんで、ぜひ食べたことない人食べてみてください。とても美味しいので。あともう一つ、後ろの二人ください。じゃあ、じゃあこれを最後にね、うん、見ていただいて、吸った時にあのチョコスプレーともちもちしたタピオカが楽しめる、こちら生クリームを入ったチョコレートスプレーショコラでございます。チョコレートスプレーショコラ、はい、美味しいんです、はい、じゃあ出口くんから。はい、やっぱりね、男性はやっぱりグルメレポート上手だからね、なんか普段と違うことやってくれるんだろうなと。どうぞ。混ぜても大丈夫です。もう一回タピオカ下に多分、うん、タピオカも思いっきり吸ってください。思いっきり吸ってください。
なんか餅みたいでちょっと初めて食べた食感ですね。 あまりタピオカ食べない？いや、初めて食べました、はい、でも全然美味しいんでまた買いたいと思います。ぜひお願いします。じゃあゆうきくん、はい、いただきます。はい、美味しいです。あのですね、最初飲みドリンクが来て、はい、途中で最後ら辺なんですけどタピオカ来たんですけど、マッチングがすごいいいです。なんかありがとうございます。タピオカこう潰した時にちょうど交わってドリンク、はいはい、程よい感じでとても美味しいです、はい、実はタピオカっていうのはあの食物繊維とでんぷんで、お芋さんのでんぷんでできてまして、まあ、少しあのお腹空いた時にドリンクとこの熱い中ですね、アイスのドリンクとタピオカを吸ってちょっとこうお腹を満たすあの、まあ、作用というかいうのが働くので、ぜひね、あのクレープだけではなくてタピオカもぜひ一度飲んでみてください。それぞれタピオカね、すごく美味しくて、うん、他でも原宿いろいろお店あるんですけど、はい、ここの新宮のところはすごい濃厚で、はい、しかもお値段もすごい安いの で、 で原宿で一番、ありがとうございます。すごい優しくてイケメン、買っていただいてるんです。お値段4ついてる、うん、はい。でこちらスペシャルフルーツ、スペシャル5種類のフルーツと生クリームで、こちら450円で販売をしております。でこちら抹茶小豆白玉生クリームはこちら380円で、こちら紅芋の M サイズが280円で、こちらは、生クリームとチョコスプレーが入ってチョコ味で、320円で販売をしてます。以上全部原宿最安で提供させていただいております。ぜひね、はい、来てほしいなと、まあ、前回なんかね、いろいろそうですね、あのメニューをね持ってきたんですけども、シンプルな、前回はシンプルだったんですけども、はい、今回はフルーツたくさんということで提供させてもらいました。はい、ぜひ、ウォーアイクレープ、はい、こちらの方にクレープだけでなくタピオカの方も飲みに来てほしいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。はい、もうこうしてる間にね、時間の方ももう経ってしまいまして、そろそろね、この原宿渋谷の天気がね気になってくるかと思いますので、ちょっとクレープを渡して、ちょっとお天気のコーナーに行ってもらいたいと思います。それではリカちゃん、よろしくお願いします。こんばんは、今日からお天気を担当させていただきます吉井リカです。どうぞよろしくお願いいたします。今日もとっても暑かったですね。それでは渋谷の週間天気予報です。月曜日晴れ、最低気温は25度、最高気温は34度。火曜日晴れ、最低気温24度、最高気温35度。水曜日晴れ、最低気温26度、最高気温36度。木曜日は曇りのうち晴れ、最低気温24度、最高気温は35度。金曜日晴れ、最低気温は24度、最高気温は34度。土曜日晴れ、最低気温25度、最高気温34度。日曜日晴れ、最低気温24度、最高気温35度。まだまだ暑い日が続きますが、熱中症には十分に気をつけて、冷たいものをちょこちょこと取ってくださいね。それではお天気でした。はい、ありがとうございました。はい、ということで今日は皆さん楽しくできましたか？はい、はい、ちょっと緊張しました？しました。はい、またね、今回あの実はあの2週間に1回ぐらいなんですけど、放送の方は来週もあの放送がありますので、あのぜひ見ていただきたい。もちろんこうちゃんのコーナーもありますので、はい、ぜひ楽しみにしてほしいなと思います。はい、それでは今日もありがとうございました。また来週会いましょう。さよなら。さよなら。